古代日本の宗長、性別に関する記載はない。標高度編とは固有名詞ではなく、表上の長という地位を表す言葉であったようである。日本初期巻、第五によると、主人天皇の時、出雲神の祖、出雲ぶりねの出来事があってから、出雲では大臣を祀らなくなった。そんな折、丹波国の表上の人、氷高度編の正義が、自然にこう歌ったという。 玉鎮石出雲人祭る、魔主の甘美教をしわふる甘美お神、そこだからお宝主んがの水泳ル三タマ製ケーカル、甘美お神、そこだからお宝主わけ、宇治谷武たこれは子供の言葉のようではありません。あるいは神が取りついて言うのかもしれませんと、高利高度編は皇太子、勝目尊で、後の水人天皇に報告した。そこで皇太子は天皇にそのことを創上し、 天皇は御事と乗りして、鏡を祀らせなさった、という。出雲の神宝であるが、藤田雄二によると、玉沈石から石、シュの神美京大京、山川の水泳ル三玉の玉玉の三種の神宝が、表現されているという鏡は中でも立派なものであり、力強く、活力を振るう霊力のある鏡であって、水の底に沈んでいることもわかる。出雲ぶりねと戦った木々。 大和連合軍は、大和への帰還の途上に、丹波の表情があったため、そこに捨ててしまったから、表情の都辺の子供が歌に歌っているわけである。石は、沖東徳山の黒曜石であり、金属がなかった、縄文時代には、矢尻や石器につける刃先として、強力な武器になったという。出雲の祭祀には、剣に代わる神宝として崇められていた、わけである。松前剣は、 丹波総伝軍の出雲大社は、この出来事とと,と、おそらく関係した神社であったろうと述べている。この拓船自体は、児童が、しかばね堂になって、神がかりしていった言葉であるため、内容の整合性が取れていない。この拓船などは、おそらく史実そのままではなく、丹波の出雲社の不撃の託語であり、丹波の出雲社の創立について、丹波にいた出雲系の不撃が、こうした、 託語を発したのであって、これを、主人天皇の時代の出来事に付託したのであろう、としている。これに対し、同じ丹波でも表情は、西の端で、神社のある東の端の亀岡盆地とは遠く離れており、これをもって、出雲神社の創始と見てよいか否かは、疑問と、大林多郎は言っている。ありがとうございます。